ネットビー。はい、皆様どうも新年が明けましておめでとうございます。ありがとうございます。2019年になりましたけれども、はい、何かおめでたいこととかありましたか？そうですね、髪型を最近切ったこと。いや、それ違うでしょ違うでしょ。ここに来た目的、そう、我らがネットビ TV、チャンネル登録者数がなんと1000人を超えました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、おめでとうございます。そして皆さん、どうもありがとうございます。で、ここでですね、今我々、まあもう見えてるかもしれないんですけど、海、湘南の方に来ております。ご覧になっていただいた通りなんですけれども、ここでここに我々が来た目的なんですけれども、まずその前にですね、本日は特別ゲストをお呼びしております。ではゲストの方どうぞ。はい、こちらですね、今話題のシュンシュンクリック T さんでございます。どうも、シュンシュンクリック T です。はい、シュンシュンクリック T さん、はい、あの本日お越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回ですね、シュンシュンクリック T さんのご協力もありまして、我らがネットビ TV チャンネル登録者数1000人を超えました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、私たちのチャンネル登録者数1000人を超えたということで、あのシュンシュンクリック T さん、ぜひ果たしていただきたいこと、公約掲げていらっしゃると思うんですけど、覚えていらっしゃいますか？はい、覚えてます、はい、ここ湘南の海でございます。本日はですね、まあ、チャンネル登録者数1000人記念ということで、こちらのシュンシュンクリック T さんに寒中水泳をやって実行していただこうと思います。ではシュンシュンクリック T さん、心と体の準備はよろしいでしょうか？ OK です。ではいってらっしゃいませ。そう、わー、ネットビ TV。